こんにちは、斉藤武宏です。それでは今日も質問コーナーですね、行ってみたいと思います。今日の質問はこちらです。ターンの切り替え時、斉藤先生はどこを一番最初に動かしますか？膝とか、腰とか、手とか、頭とかということですね。質問いただきました。ありがとうございます。この質問はですね、昨日オンラインサロンの方で、ライブ配信っていうのを毎週やってるんですけど、そのライブ配信でいただいた質問になります。はい。で、ライブ配信中はですね、いただいた質問に関してはその場でお答えしてるんですけれども、ちょっと補足でですね、お答えしたいなと思ったので、今日はですね、質問コーナーの方でも取り上げたいと思います。はい。で、一応ライブ配信の中では、この質問に対するですね、答えとしては外足を曲げていくことによって、そこからですね、切り替えの動きが始まっていくと。ターンマックスから、徐々にこうターン後半に向けて動いていく動きは、もうそのまま切り替え、次のターン前半っていう動きに全部ね、つながっていくので、そういう意味でですね、外足を曲げていく動き、これによって、切り替えの動きの一番最初の動き、になっていくので、外足を曲げていく。曲げていきますということですね、お答えしたんですけど、結果的にですね、それをどこの部分から動かしているかっていうと、外足の膝なんですよね。なので、このコメントですね、いただいている、膝とかっていうことで、一番いただいた膝っていうポイントはですね、合ってるかなと思います。膝から、僕は動かしますね。で、ポイントで言うと、本当に外足の膝から曲げていく動き、から始まっていくかなと。で、よくですね、その雑誌とか、有名なスキーヤーとかが膝をこう返すとかっていう言葉を使ったりすることもあると思うんですけど、その人それぞれ動かし方とか、技というかテクニックっていうのはあると思うんで、僕の場合はで言うと、膝をこの横に動かしていくっていう、こう返すっていう動きは僕は一切しないので、そこだけはちょっと違うかなと。僕の場合で言うと、膝を動かすっていうのは膝をこう曲げていく動きですね。もうほんと屈伸と一緒です。ターン中にこういう風にね、ターンマックスがあるとしたら、外の足をこう曲げていくことによって、結果的に軸はこういう風にこう次の方向にね、切り替えて、次のターンの前半っていう風にこう動いていくので、そういう意味で、外足の膝からこう曲げるように動いていって、次のターンに移っていきますよっていうことですね。ご理解いただければいいかなと思います。はい。ということですね、今日はターンの切り替え時、斉藤先生はどこを一番最初に動かしていますかという質問ですね、お答えさせていただきました。質問コーナーですね、この動画、Facebook でご覧の方は Facebook のコメント欄、YouTube でもですね、ご覧の方は、コメント欄にですね、質問いただければ、また随時ですね、お答えさせていただきます。はい。最後にですね、Facebook の投稿へのいいね、ページへのいいね、あと YouTube のチャンネル、グッドボタンですね、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。